はい、ズームパートナーズの森です。今回はですね、大きくなりすぎた木は幹をね、更新してですね、やり直すよというのがね、できますというお話をいたしますね。幹の更新をね、すると大きくね、なりましたよね、木がね。じゃあ幹の更新ができますというね、感じのお話ですね。今ね、同じことなんですけれども、一応ね、2回言います。これ今後もね、何回も言っていきますんでね、チャンネル登録もですよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録のもよろしくお願いいたします。ということでね、早速お話の方していくんですけれども、大きくね、なりすぎた木はですね、幹をですね、更新することによってね、保つよと、これも3回ね、言ってますね。同じことばっかり言うなというね、コメントたまにいただくんですけれどもね、大きくなりすぎた木は幹を更新してね、保つと。だから幹がね、こうメインの幹ありますよね。あれをですね、もう下のところからバーンって伐採しちゃって、ね、そしたらね、新しくね、こう出たやつを残して、またやり直そうよ。みたいなやり方っていうお話です。ですね、木はですね、必ずですね、毎年大きくなり続けます。これですね、そのままにしといても、切っても、やんわりね、この成長をどんどんしていくんですよ。それをですね、大きさをある程度に切って、ある程度のサイズ感で、保ってあげてるよ。というような感じになっているというふうなね、状態なんですよ。お庭のね、木、庭木であればね、だいたいまあ高さね、20メートルだよっていう家はね、ほとんどないんじゃないかなというふうな感じでね。だからまあだいたいね、大きくてもね、6メートル、7メートルっていうぐらいが、まあ一般的にはね、多いんじゃないかな。まあ大きいね、お家でね、敷地が広ければね、10メートルとかね、15メートルとかなってるっていうようなね、感じることもあったりするとは思うんですけれども、まあそういうのはね、ごく例外的にね、一般的ではないのかなってね、私はね、思っているというような感じでね。まあ大体ね、5、6メートル、7メートル、大きくてもね、2階の天井ぐらいまでがね、大体7メートルぐらいっていう風な感じでね、言われてますんでね。まあ大体そのぐらいにね、なって、まあ大きくてもそのぐらいで保ってるんじゃないかという風な感じなんですよ。でもね、やっぱり、その DIY でやられてる方とかね、そういう方もそうですし、お庭をね、植木屋さんに頼んでるよっていう方もそうだと思うんですけれども、大きいとね、大変なんですよ、作業が。で、それだと、金額もね、植木屋さんも高くなりますんで、ね、そしたらね、小さいままで、なんとなく小さいぐらいでね、保っといた方がいいよねって考えるのが、ね、結構多くいらっしゃるんじゃないかと、そういう風に考える方がね、多くいらっしゃるんじゃないかと。で、それでもね、その高さ自体は下げられたとしても、幹はね、どんどん太るんですよ。で、太るのは止められないです。太るのを遅くするっていうのはできるんですよ。太るのを遅くするっていうのは、光合成をあんまりさせないっていうことができれば、太るのを遅くするっていうことができます。光合成をあんまりさせないっていうのはですね、葉っぱをですね、取り除くっていうような感じのやり方になるんですけれども、枝葉をですね、こう切りまくるとね、いろんな弊害出ちゃうよっていうお話をね、以前、もうしたんですよ。で、ね、もう、毎回ね、ドーンみたいな感じでね、ドーンみたいなね、ドーンみたいなね、感じにしちゃうとですね、もういろんなことがね、巻き起こっちゃうよっていうような感じなんですよ。だから、太らないようにするためにね、葉っぱをね、全部こう、むしっていくっていうようなね、やり方がですね、ダメージが少なくて、なおかつ幹は太りにくいっていう風な、やり方なんですよ。その辺の話もね、多分以前したと思うんですけれども、まあ、とにかくそういうやり方もあります。ただ、太るのはもう止められないです。絶対に太ります。絶対に太るんですよ。で、太ってなかったらもうその木はね、死んでます。その木はもう死んでいますってね、感じになりますんでね。で、だからね、もう太るのは止められないわけですよ。で、幹はね、必ず太り続けます。そうしたらね、やっぱりね、3メートルとかね、そのぐらいでこう保つとね、まあまあのサイズ感でね、まあまあね、その手もあんまりかからないよっていうところでね、これになるんですけどね、3メートルぐらいだったとしてもね、なんか幹すごい太いなみたいな感じでね、3メートルになってたら、なんかバランス悪いなみたいな感じにね、こう見えちゃうんですよ、やっぱりね。そうするとね、そこでね、やっぱりね、やり方としてね、出てくるのがこのね、大きくなりすぎた木をですね、この幹をね、バーンって幹のところね、バーンってメインのところの幹をですね、伐採してですね、この ひこばえを残しておいて、それをまたね、新しく一からやり直していく、苗木を植えたかのごとくやり直していくっていうような感じのやり方になるというふうな感じですね。で、ひこばえを残してですね、幹を伐採することでですね、そのね、木自体をやり直すよというようなね、感じのことができます。結構ですね、よくあるのはね、なんかね、金木犀系のやつとかだとね、結構強くね、ボーンって切れるんでね、毎回
体ね、このすごいなんか太いですねみたいな、太いですねっていう状態なのになんかこじんまりねさせられてるっていうね、そういうのよく見るんですけれども、それもね、その彦映えとかがね、こう金木犀でねたまたま出ればね、それ残してね、だん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 とね、あの更新するっていうのもできますんでね、一応ね。で、そういうような感じのことができない樹種のものもあります。これね、針葉樹系のものだとね、やっぱりその、あの、ヤゴヒコバエっていうのはね、出にくい。胴吹きが出にくいよっていうふうに言われてますんでね、そのヤゴヒコバエっていうのは出にくいんで、まあ、それね、できるものとできないものとあるっていうのは事実なんですけれども、まあ、結構ね、多くの木ではできるんじゃないかというような感じです。必ずですね、その、出た後に切ってくださいね。出てないのに切ったらもうそのまま伐採されてですね、そのやり直せるんでしょ、伐採しちゃおうって言ってそのままね、枯れてね、終わりっていうねことにもなりますんでね、必ずですね、出てきた彦映えが先に出てきてそれを残して、伐採するというねやり方になりますんでね、ここだけね注意をしておいていただきたいなというような感じです。でですね、樹齢が長い木はですね、自然とねこういう風になってるよっていうような状態なんですよ。なんかね、どこだったかな、ちょっとねこの間見たんですけれども、なんかね、どこだったかな、ちょっとどっかの神社でね、樹齢がなんかね、イチョウでね、そのもう何百年ってありますよみたいなね、そのやつがね、こうヤゴとかヒコバエとかも出てるんですけれどもね、あんまり切らないよみたいな風になっててね、なんかだん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 とね、なんかこう傾いてきてね、最終的にね、ボーンコーンって倒れちゃいました。生きてますみたいなね、そういうような感じになっていくんですよ。それもね、結局そのそこにそれの木があればね、イチョウがそこにあればですね、その幹自体のね、その樹齢っていうのはね、もう終わったかもしれないんですけれども、新しく出てきたその木の樹齢はまだ続いているというような感じでね、そうするとね、考えてみると、じゃあその木って樹齢何年なのって、ずっとそこにはあったよね、2000年みたいな感じでカウントできるんじゃないか。だからこれはですね、普通にね、樹齢が長い木は自然になっているというような感じですね。以前もね、あのお話しした、以前にお話ししたことばっかりなんですけど、けれども、このね、幹がね、こうね、太ってくるとですね、その皮がね、こう剥がれていくよっていうような感じの話したんですけれども、それもですね、太り続けてね、もう地球を飲み込みましたみたいな聞いて、見たことありますか？私はないです。でね、だからその幹がね、その太るっていうのも限界があるんですよ。限界が来たらそこでおしまいっていうような感じになっちゃうんですね。それでもうね、その幹自体はもうね、終わりになって新しくで出てくるっていう風な感じになるんですよ。それをですね、こちらサイド植えている技師、植えた、私が植えました、私技師の方でね、更新してっちゃおうよっていうね、太くなりすぎちゃう前に更新してやり直しちゃおうよ、太くなりすぎちゃったらやり直しちゃおうよっていうようなね、感じの発想のやり方になっているというふうな感じですね。樹齢が長い木はね、自然にそうなってますんでね、基本的にはね、まあそんな感じというところですね。残す彦映えなんですけれども、彦映えだったらどこでもいいのっていうわけではないんですよ。これ実はね、残す彦映えはですね、メインの幹から遠いところにある方がいいよっていうような感じでね、これもですね、なんとね、以前お話ししてます。今ね、確認したね、今日現在で確認したね、その動画の再生数ね、もう全くね、再生されてない。誰がやんだっていうね、感じのね、あのお話だったんで、これ見てる方ね、マニアックだなというような感じで、ついでにね、そっちの方の動画をね、見といていただければいいんじゃないかなというような感じです。幹の枝ではない部分がいいですよという風な感じですね。これ絵で言うとね、上から2番目、真ん中の絵なんですけれども、これ幹の部分、地面からですね、この幹がね、ちょっと残ってそっからね、出てるよっていうところでね、ボーンと切っちゃうとですね、その要するに強剪定されたのと同じ状態、幹がこうボーンと切られちゃったっていうのと同じ状態になりますんで、どこの時点でもね、幹が切られたら同じ反応を気はするんですよ。で、それでね、その枯れ下がるんですよ。枯れ下がっちゃうんですよ。枯れていくんですよ。ボーンとやったらね。少なからず。で、もう地上部から出てるのがね、もう少ないから、もう必ずそこで空洞化していっちゃうんですよ、その中がね。で、そのもうね、その、外は、そのカルスって言ってね、その融合されていくんですけれども、外だけね。でも中は空洞化していきますんで、じゃあ最終的にどうなるかって言ったらですね、それがね、また同じぐらいの太さになったら、そこ空洞化されてるところは治りませんので、風が吹いてね、もういきなりボコンって倒れちゃうよ、というような感じのこともあり得るという風な感じなんですよ。ですんでね、もうこれはですね、誰がどうやってもそうなるんですよ。木がそうだから。木がそうじゃなければ、誰がどうやってもそうじゃないっていう風な感じにね、できるかもしれないんですけれども、今の時点ではですね、それはですね、誰も発明してませんし、誰も発見していない。ただ、単純にですね、その木の整理なんで、木は絶対そうなるっていうお話なんですよ。木はもう絶対そうなります。幹が残ってるところから切ったら絶対空洞化するんですよ。もうそれは止められないです。誰にも。今のところはね。でも、今後はですね、もしかしたらね、何かしらのその科学がね、こう発展してね、いろんなことをなんかね、わかりませんけどね、いろんな、ピッピッピー
みたいな、わかりませんけどね。それでもう空洞化しないようにやるにはこう、みたいなのがね、発見される可能性もありますけどね。今現在ね、2022年の7月なんですけれどもね、その現在の時点ではですね、できないと。残念ながらできない。じゃあそれを回避するためにはどうしたらいいかというとですね、幹から枝のような感じで出てる部分ではない、もっともっとね、この地面のもうこのね、幹じゃない、もっと一番遠いところからね、やってくださいねと。いう風な感じになります。これ絵でも描いたんですけれども、もう分かりやすいですね。この上のところになってたらダメなんで、地面とね、もうその空洞化しても大丈夫じゃない、ここなら、みたいなぐらいギリギリのところから出たやつを残すという風な感じにしないとですね、倒れますよという風な感じになりますんでね。まあぜひともですね、空洞化し、倒木倒れちゃうよっていうような可能性がね、高まるのであればね、そこ残すんじゃなくて違うところ残してあげるというようなね、やり方の方がいい。で、じゃあそれ出てないよ、どうすればいいのって言ったらですね、一回ねやってそこ残してっていうのって結構ねリスクあるんですけど、それやった後にそっから出てくるの一回罰っていうパターンもねないことはないんですけれども、そうなったら出なかった時地獄を見るという可能性がありますんでね、まあやらない方がいいんじゃないかなとは思うんですけれどもね、一応ねその枝がね出てなければね、それ一回やってそっ残してさらにこっちが出てきたらそっちを生かそうみたいなね、二段構え三段構えもできないことはないんじゃないかというようなね、ただねあのギャンブル性がねかなり高いんじゃないかなと思いますんでね、まあ出てきてから更新の方がね、安全なんじゃないかなとは思いますんでね、まあそっちの方がいいというような感じです。で、幹の更新をするとですね、まあついでにねお話ししとくとですね、多くの根は枯れていくんですよね、地面の中で。要するにその光合成をしてですね、取り込んだ養分っていうのがもう著しく低下するわけですよ。今までね、100あったのがもう1とかになっちゃうわけですよ。そしたらもうね、意味ない。これは。生きてけない。ってなるわけですよ、根っこがね。そうするとそこの根っこは自然と枯れてって、自然とね、あの土に戻ってくるんですよ。何年も何年もかけてね。わざわざあの掘り返して なんだかんだみたいなする必要はないです、基本的には。だん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 となくなっていきます。で、地上部が少ないんで、生きていけるそのね、根っこも少なくていいわけですよ。そうするとね、そこのね、あの影響し合ってる根っことですね、その地上のね、出てきた部分だけが、ね、生き延びてですね、他のところの部分に関しては基本的には枯れてって、そのうちね、だん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 何年も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 かけて、なくなっていくというふうな感じになりますね。でね、その新しく出てきたその根っこの栄養にね、だん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 なっていくというふうなね、感じになってます。メインの幹から離れた引っ張りをね、必ず残してくださいねというようなね、感じのお話になってます。まあ大きくなってね、その引っ張りが出るような感じの樹種だったらいいんですけれども、出ないものだったらね、できませんからね、これは注意しておいていただきたい。で、そのね、幹もですね、その幹から出た枝みたいな感じになっていると空洞化するよっていうリスクがありますんでね、これも誰がどうやっても 100% なりますんで、今現在ではね、科学が発達すればわからないよっていう話はしましたね。ですんで、まあ必ずねこういう感じでね考えておいていただけたらいいんじゃないかなという風な感じになりますね。で、これ勘違いしないでいただきたいのはですね、もう一度ね、今一度言っときますけれども、切って出るのを待つではないです。出て切るです。ね、わかりますか？切った後に出てくるものももちろんあるんですけれども、出てこないでそのまま枯れてしまうよっていうこともありえますんでね。ですんで、必ず飛行場合が出たのを確認して、あ、出てる出てる。よし、これで切っちゃおうというね、段取りにしていただける。もうこの更新するんだ、切っちゃえ、ボーン枯れました。これがね、一番悲しいというようなね、感じになりますんでね、今一度言ったというような感じになってます。まあ、ぜひともね、注意をしといていただきたいなというふうな感じですね。ある程度の太さでね、まあ、これだともうちょっと太くなりすぎちゃったなっていうような感じであればね、もうバン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 ね、更新していただいてもね、構わないというようなね、感じのお話になっております。これ結構ね、植木屋さんとか庭師さんとかでもね、提案するのもね、なんとなくね、この気持ち的にね、なんかね、こう、なんて言うんですかね、なんかね、言いにくいっていうかね、これ、幹更新してね、ボーンと伐採しちゃってね、やり直すっていうのができるんですよ。ああ、そうなんですか。まあ、いいかな。みたいな感じでね、結構ね、反応しちゃられる方も多いんでね。まあまあまあ、そんな感じでね、やり直すっていうのもできますよというのもね、一つね、考えるね、一個にしといていただければいいんじゃないかなというような感じです。ということでですね、本日は大きくなりすぎた木やね、幹を更新することもできますよというような感じのお話をしております。チャンネル登録もありますよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録のもよろしくお願いいたします。ということで本日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。